モンゴルのオルドの移動風景、オルド、オルダとは、キッタン、モーコなどのモンゴル・トュルク系民族における官や、公費の宿営地のこと。日本語訳では、アングー、旧朝、幕営と表記する。ゲル、ユルトと、ほぼ同義語である。オルドが、歴史の上に現れるのは、領の時代とされる。皇帝のもとに一つのオルドが設置され、これを維持するための集権や部族を付属させて、 租税や兵士をもって奉仕した。皇帝の没後は皇妃に引き継がれて、皇帝の領母の敬語祭祀に当たった。また、皇妃や皇太子が独自のオールドを有する例もあった。モンゴル帝国及び、そこから派生した元と諸藩国では、オールドは、カーンのみが保持したが、代わりに四つ前後のオールドが設置されて皇妃に与えられ、皇妃の採用、年玉物、 皇妃個人への貢ぎ物を持って運営された。皇帝は4つのオルドを行き来して宿泊するオルドに設けられたおもちょうにて政務を行った。また、オルドを中心として、大遊牧集団を構成して、1ヶ月あるいは、季節ごとに、オルドごと移動した。ジンギスカンには38人の皇妃がいたが、彼は、皇后のボルテを第一オルド、これに次ぐクランに、第二オルド、イエスイ、 イエスケン姉妹に、それぞれ、第3、第4オールドを管轄させ、その他34名を分属させたとされている。ジョチウルス分裂期においては、金のオールド、青のオールド、野外のオールドなどといった国家が乱立した。日本の歴史学においては、緊張韓国、青蝶汗国などと表記されている。20世紀に入っても、ロシアに対して独立運動を行ったカザフ人たちが、 嵐のオールドを建国している。ありがとうございます。